平均年収が1128万円という本当に高い上に、採用ニュースで基本給が平均 10.7% 上がるというのを見かけたのですが、3つ目、2024年1月1日に社名を電通総研に見変えました。元々は電通国際情報サービスって名前だったんですけども、全部で15回ぐらいですかね、金融新人研修っていう場を設けていただいて、幅広くお話をしていただけるっていう機会がありまして、なんか採用について今後変化などはありますでしょうか。メイキャイナリオンです。今回は電通総研の採用担当、湯浅さん、前住さん、そして現場で活躍されている社員の方にお越しいただき、業界や事業のことから社名変更の裏話、業務内容、社内にはどんな人がいるのかまで幅広く聞いていきます。前半はメイキャリチャンネルで、後半は電通総研さんの YouTube チャンネルにて配信していきますので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。ではまずは採用担当者の方に会社や業界のことについて聞いていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この動画を見ている26卒の方はまだ就活を始めたばかりの方も多く、電通総研さんのことについてまだ知らない就活生の方もいるかと思いますので、まずは簡単に電通総研さんについてご紹介お願いいたします。そうですね、私たちの会社ポイントとしては3つあるかなというふうに思っていて、まず業界内の立ち位置という意味では、広く IT 業界という中の SI やシステムインテグレーションというところでお客さんに価値を提供しているんですけども、もともと会社が誕生したのが広告代理店の電通というところと、製造メーカーの GE というところが、バックボーンにあるちょっとユニークな DNA を持っているので、お客さんに対するこう寄り添い方であったりとか、はい、IT の実装力みたいなところで業界内でのちょっとサインを作りながらお客さんに価値を提供しているというのが一つかなと思っています。で、二つ目のその電通という大きなグループの中のポジショニングみたいなところも一つ覚えていただきたいなというふうに思っていまして、ずっと SIer としてシステムインテグレーションでお客さんに IT を使って価値を提供してきているので、技術実装力というところにはやっぱ強みをずっと持ち続けていて、電通グループ内でそのお客さんに対する寄り添いっていうところを IT で具現化していくっていう、その実装力というところで我々は電通グループ内でポジションを取って仕事をしていると。で、最後の3つ目、2024年1月1日に社名を電通総研に変えました。元々は電通国際情報サービスっていう名前だったんですけども、これはもう本当に意気込みの表れっていうところで、はい、まずは名前を変えて、でそこに対して今までの先ほどから SIer というふうに言ってますけれども、その枠を超えて、もっといろいろな機能を統合していって連携することによって新たにお客さんに価値を提供できる、そんな会社になりたいと思って、まず社名を変更して、意気込みを表したと、そんな感じになるかなと思ってます。ありがとうございます。すごい簡潔で丁寧で分かりやすかったです。じゃあちょっとこの3つのポイントを今聞いてきたんですけど、ここからちょっとより踏み込んでいろいろ聞いていきたいのですが、電通総研さんは SI やシンクタンク、コンサルティング機能拡充されているってことで、本当に日系だったり外資だったり戦略コンサル、 IT コンサルなど本当にさまざま企業がある中で、その中での電通総研さんのポジショニングだったり強みは何でしょうか。本当にお客様によっては、IT の戦略、IT をベースに戦略を考えさせていただいたりする部分もあるの でそれを実際に戦略を考えた上で最後実装するって SI って言われるところも、やれるってところが、コンサルにも行けるしエンジニアも行けるしってところが他社さんと少し違うところかなと、個人的にはあと会社的には思っているので、それぞれをいろいろな強みがあると思うので、それぞれの強みをいろいろな会社さんごとに見てもらうのがいいのかなっていうふうに思いました。ちゃんと今話を伺ってて、なんか電通総研さんに入ることですごいさまざまな職種になんかチャレンジできるというか、そういったところもすごい魅力的なのかなと思いました。そうですね、本当にチャレンジできる職種はたくさんあるので、一人一人がどういう職種に就きたいかっていう考えていただいて、その方向に進んで いただけるような環境が整っているんじゃないかなというふうに思ってます。はい、なんか会社もどんどん好調で、しかも社名も変更されたということで、なんか採用について今後変化などはありますでしょうか。変化が必要なところが徐々に多分見えてくると思うので、その際にまた少しずつ調整をしていくっていうところはあるかなと。けれども今回社名を変更した際に指針みたいな社訓みたいなところはあまり変えていないので、ベースとして僕ら求めているところとしては誠実さだったりとか、あとは弊社のアヘッドっていう行動指針があるんですけども、そこの体現できている方だったり、そういうところが興味関心、あと弊社に合っているなって感じ
じてくださっている方が私たちもぜひ入社していただきたいと思ってますので、今時点はそこまで変わりはないのかなというふうに思ってます。はい、本当社名変更したということで特に大きな変わりはなくということなので、行動指針などはぜひホームページでチェックしてみてください。ということで続いては電通総研で活躍している現場社員の方にお越しいただいたので、実際の業務や働き方についてさらに詳しく聞いていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちょっと早速なんですが、北島さんが担当する仕事内容を教えてください。はい、私は今はですね金融ソリューション事業部と所属はしているんですけれども、ちょっと金融とは離れた領域のプロジェクトをアサインされておりまして、今は大手の通信キャリアの会社さんのオンラインショッピングのシステムの開発を担当しております。でそこで要件定義と言われる開発フェーズの中の PMO っていうね、プロジェクトマネジメント系のお仕事を今は、させていただいてますね。はい、すごい、本当に同じところでも全然別の仕事内容なんですね。そうなんですよね。私の所属している部がメガバンクだったりその他の金融機関で培ってきた、経験や知見を生かして高品質なシステム開発っていうのを他の業界だったり会社さんにも提供していこうっていう方針の部でございまして、で私はその流れに乗っ取って今は金融とは違う領域でお仕事をしていますね。はい、採用担当の真由澄さんにちょっとお伺いしたいんですが、若手からでも本当にいろんなことに挑戦しようっていうそういった風潮があるんですか？もうできる限りその人らしさみたいなところを発揮しつつもチャレンジングな仕事にどんどん立ち向かっていただくっていうのは先輩だったりとか上司の方っていうのを意識してるかなと思っているので、そこで今最初の方に企業を説明したように今やれることっていうのを拡大しているので、新しい領域っていうのが増えていって、じゃあそこで、チャレンジしてみようかっていうのが今の北島君みたいなこうさらにダイナミックなチャレンジングなポジションが増えていく可能性はあるかなっていうふうに思うんですけど、みんな今までやってる仕事においても若手にチャレンジングな役割を担わすことで成長を促すみたいなところはありますかね。本当新しい仕事がどんどん出てきているってことで、本当先輩がやったことない仕事も任されるっていうこともあったりはするんですかね。先輩たちも上司の人も初めてやるみたいな仕事って結構あって、でそれにじゃあ一緒にやるメンバーどうしようかっていうと、そういうことに前々から興味があるって言ってる若手だったりとか、能力的に今やっても大丈夫じゃないかって思うような若手に対してはちょっと一緒にやらないっていうふうに声をかけて、そこでチームが蘇生されたりとか、そこに声がかかるかもみたいなのはあります。すごい、そこに本当に面白さであったり大変さだったりが詰まってますね。今結構金融についての専門知識たくさん使われていると思うのですが、はい、入社前からそういった金融についての専門知識はありましたか？私はゼロですね。そうなんですね。もうゼロですね。なんかそれってどうやって身につけていったんですか？そうですね、配属されてから主にこう知識やインプットをし始めたんですけれども、金融ソリューション事業部に新人が配属された後にですね、金融ソリューション事業部の先輩方がお時間割いていただいて、そうですね、全部で15回ぐらいですかね、こう金融新人研修っていう場を設けていただいて、それこそ銀行の役割は何かであったり、こう基本的な金融機関の社会的な役目であったり機能っていうものから、今話題のフィンテックの話であったり、あと Web3 であったり、もう金融のもう出るんじゃないかってところぐらいまで幅広くお話をしていただけるっていう機会がありまして、それを一つ大きな軸に金融の知識っていうのはインプットしていましたね。はい、なんか技術系職種の方だと、なんかもともと専門知識をつけられてなんか入社する方が多いっていうイメージだったんですが、意外とそういったことでもないんですかね？そうですね、文系出身の方ももちろんたくさんいますし、採用においては文系だから理系だからっていうのは全くないです。はい、なので入っていただくいただいた後にですね、新人研修、今では半年間ぐらいですかね、期間を設けて、はい、皆さんにその IT で働くっていうところの土台をまず作っていただいて、で現場で配属すると、今北島君が言ったみたいに各事業部でよく来てくれましたねみたいな形でこういうことを私たちはやってますっていうのを若手が若手にこう教育であったりとか一緒に成長しようっていう機会を、若手がもう作ってるんです、各事業部で。
自分たちはこういうふうに育ったからもっといい教育であったりとか成長のステップを後輩に提供しようっていうような取り組みがもう常に回っている今状態なので、そこでこう力をつけつつ現場感みたいなのも獲得しつつ立ち上がっていくみたいなのが各事業部で行われています。本当どんどんより良い研修になってきているって感じですね。そうですね、もう現場もすごい研修力だなっていうのを私たちは感じているので、まあ、新人研修の方も負けてられないなっていうふうな今両方が頑張って切磋琢磨しているそんなイメージです。常に進化ですね、はい、ちょっと今会社も絶好調ということでちょっとここは避けて通れないぶっちゃけ質問をちょっとしていきたいのですが、はい、平均年収が1128万円という本当に高い上に、なんか採用入試でなんか基本給が平均 10.7% 上がるというのを見かけたのですが、はい、若手からでもやっぱお給料いいですか？いい方だとは思いますね。はい、そんなに不自由なく生活は、まあ、もちろんできますし、まあ、たまの人によりますけどたまの贅沢ぐらいなら許してくれって感じで自分に甘えて買い物することは時々ありますね。なんか平均年収が高いってことでみんな結構高いレベルでもらえてるって感じですかね？そうですね、まあ、平均的に高いっていうところもあるかなとは思うんですけども、ボーナスに影響する部分という意味では秘書に上司と一緒に目標を立てる、でそれのレベルの高さであったりとか、それをどれぐらいの質で達成できるかみたいなところで最終的にボーナスの評価にもつながってくるっていうところで、それが年収にも大きく関わってくる部分もあるので、仕事を頑張ることによって、年収にもそういう効果が出るっていうので、はい、そういった部分でちょっとこう人によって年収がちょっと違ったりとかっていう部分はありますので、それを慣らすと、まあ、そのぐらいになるかな、そんなイメージでいただけるかな。なんか頑張った分だけ結構還元されるっていうことが結構多いですね。そうですね、そこはかなりあるかなと思っていて、はい、大変なプロジェクトだったけど達成したご褒美みたいな形で次の年にこうパンともらえるみたいなところはあったりするのかなっていうふうに思います、はい、モチベーションですね、はい、うん、ちょっとここで北島さんの就活時代のお話について聞いていきたいのですが、はい、最終的に入社を決められた理由って何なのでしょうか？そうですね、いろいろあるんですけれども、内定をいただいた後にですね、そこやむを得ない事情で内定をこう承諾できるかどうかみたいな、ちょっとそういう出来事が私の中でありまして、でそれをその人事部の方にお伝えしていたんですけれども、それに対してその人事のご担当の方が非常にこう親身に相談に乗っていただいたりして、近況を聞いてくれたりでもそうですし、今後のアドバイスも含めてたくさんこう話し相手になってくださって、そういうのもすごいあったかく私の中では感じられて、その方の人間性含めてこの会社すごくいいなというか、一人の人間としてすごく憧れるなって、私もこうなりたいなって気持ちがすごく強くなって、うん、じゃあ内定承諾してこれからよろしくお願いしますっていうふうにお願いするに至ったって感じですね、うん、はい、じゃあ本当就活生としてだけではなくて、本当一個人として本当にその尊重をしてくださったんですね。あ、はい、あ、そうですね、そこは本当にその通りで、その就活の枠を超えたなんかこう関わりみたいなもので、その人間魅力にこう、まあ、当てられてしまった。ちなみにその方って真由澄さんでしたか？残念ながら真由澄さんではないんですけれど、でも真由澄さんも もう同等の人間魅力をお持ちの方ですから、はい、本当ですよ、本当です、本当です。ここまでご視聴いただきありがとうございます。後半の動画では今回お話を聞いた北島さんに加えて2名の技術系社員と営業の方にお越しいただいて、就活時代のお話や業務についてさらに深掘った内容や社内の人間関係などのぶっちゃけ話までお伺いしていくので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。この動画を見て電通総研が気になった、もっと知りたいと思った方は概要欄に貼ってある URL からマイページ登録をお願いします。お待ちしてます。お待ちしてます。すごい素敵な話ですね。いやなんかいいですね。そう、私の中でまあ一生使えるんだろうなと、その恩って結構ずっと忘れないですよね。いや、そうなんですよね。それがあるから多分転職しようと思っても多分できないんじゃないかと。全然そうなるかも。